はい、えー、フリーライターの今井翔です、えー。毎週金曜日夜の9時から2時間の生配信をしていますがたまにこういう短い動画を撮っています。で今日話したいことはですね2012年ね10年前から、えー、ずっと続けてきた学術書チャリティというプロジェクトを、えー、今月7月末に、えー、終了します、えー。これはですね、えー 僕が東京の郊外にある古本屋さんと提携してやってきたプロジェクトです。学術書でねいらないもう学術書が手元にある人にそれを寄付してくださいと。でその寄付してもらえるとそれを買い取り査定していただいて古本屋さんにね ノースブックセンターというところの古本屋さんに買い取ってもらってそのお金を非営利事業団体に寄付しよう特に子供をね大事にしてくれるような非営利団体に寄付しようということで進めてきました10年ですよ褒めてください <laughs> 僕個人的にこのノースブックセンターっていうところと契約をして、えーえーまあ、寄付されたものが このセンターにノースブックセンターに運ばれると、えー、査定してそのお金が非営利団体に入るという仕組みを作っていたんです、ね、あの既に使われた方は本当にありがとうございます10年ですからねいろんな方にあの協力していただきましたで,で今回ねあの10年経って、えー、活動を中止するというのは実はそのノースブックセンターさんの方で新しい事業を始めるんですね。 でこれはまさにあの社会貢献そのものなんだけれどもあの障害者の方の雇用創出と就労支援を応援するというコンセプトで B 型就労支援施設の入所者さんに寄付買取りの荷物の査定さ作業をお願いする形になったんです。ここれすす。ごくいいことですただし、 やっぱり障害者さんなので、えー、あれこれ細かい査定作業というのが難しいんですね煩雑すぎて、えー、なので買い取り基準も専門書だけに限定せずに、えー、バーコードなど商品コードがあるものに限定してやるとかね、えー、そうやってこうなんだろう手作りで えー、障害者の方々に仕事を作っていくっていう新しい事業を始めるとなるとあの学術書だとねどうしてもバーコードがないものとかまあいろいろなんていうのかな煩雑な作業になりがちなんですよなのでどうしても学術書ャチャリティ部分が、えーまあ、手に負えないことになってしまうので、えー、これは一旦中止でいかがでしょうかっていうねオファーを受けていたんですね僕が。でね確かにそうだなと。 これいきなり細かい作業をさせられたらやっぱり障害者の方も戸惑ってしまうし大変だろうなとでもこの査定作業を簡略化することによって、えー、障害者の方の B 型就労支援になるのであればそれはむしろいいことなのでね、えー、分かりましたということで僕は快諾しましたということで、えー、10年間続けてきた学術書チャリティーというものが7月末には受付終了ということになります。 えー、なのでもうあと3週間ぐらいしかないから皆さんにお願いがあってあのこのように動画を撮ることにしました、はいねえー、このホームページ僕が作って運営してきたんですけど、えー、見覚えがあるかしら <laughs>、ね、見てくれた人もいらっしゃると思いますね はい、それで、まあ、いくつかのね、非営利団体に、あの、寄付が、あ、が、学術書を寄付してもらえれば、その買取査定額が非営利事業体に流れるんだけれども、まあ、そのうちの一つで、人気のね、えー、事業やっている、まあ、非営利事業をやっている。駆け込みさんっていうところを一つ、あの、紹介しておきます。はい、駆け込みさんって何をやっているのか。この駆け込み寺、プラスコミュニティ、イコール、みんなの私の居場所を駆け込みっていうのでね。 駆け込みの代,代表は、えー、コーノスマリカさんと言います、ね、ソーシャルワーカーとして地域に暮らす生きづらさ、ね、病気だったり貧困だったりトラウマだったりを抱えた人々の支援に携わってきた方です、ね、である女性との出会いがきっかけでこの駆け込みを始めたんですねコーノスさんは、えー、彼女は自宅で理不尽な仕打ちを受けていました、えー、多くの人は彼女にそんな家から出ちゃいなよと言いますですが 思いやりからの言葉でも彼女には軽々しい他人事のように聞こえました。家から出る、それは子供がいる彼女にとってとても覚悟のいることであり、彼女が気づいてきた多くを失うことだったのですと本人が書いています。はいもうちょっと読ませてくださいね。はい、ねこれなかなかあのー 長いのであれですけどもまあ駆け込みが取り組む最初のプロジェクトというのは子どもの居場所を作ることなんですねなぜ子どもなのか、えー、経済力がなく情報を得る力も弱くそして移動手段の選択肢が少ない子どもは心理的にも物理的にもね生き、うん、づらさから遠ざかることが大人よりずっと困難ですでねこの河野さんが言うんです私は子どもの頃学校でいじめに遭っていました母親が外国人 ね容姿が異なっていて目立っていたことが主な原因え外人売金というのが私が小学生の頃に最もたくさんよあの呼びかけられた言葉でした私は自分がいじめられていることを両親に言うことができませんでしたえ母の主主のせいでいじめられていたことを両親が知れば悲しむと思ったからです 学校では排除され攻撃され居場所がなく家では、えー、秘密を抱えて居場所がありません、えー、加えて家は経済的に豊かではなくむしろ貧しくそのために惨めな気持ちになることがたくさんありました新しいジャージが必要になったのに両親に言い出すことができなかったり修学旅行にお小遣いを持っていけなかったりやりたいことや欲しいものをたくさん諦めたりいじめ貧しさそして両親の不仲 そういった子供期の体験は大人になってからの私の価値観や行動に大きく影響しました。自分なんて価値がない。何をやってもうまくいかない。自分は誰にも愛されてない、えー。自分自身に振り回される自分。その根っこが子供期の体験にあったことに気づくまでに時間がかかり、そしてここからある程度抜け出すまでにはさらに時間がかかりました。その間、周囲も自分自身もたくさん傷つけてきました。今 かつての私と同じような困難と孤立の中にある子どもたちが大人になった時に今の体験の呪縛を受けないために何が必要だろうもし今目の前に子どもの時の私がいたら私はその子に何をしてあげられるだろうそう自分に問いかけた答えが学校でもない家でもないただ安全に過ごせる場所を作るでしたそれがまかない子ども食堂食べまなです つまり子ども食堂を最初に作ったんですね、河野さんはね,ね。これをね、覚えておいてほしいんです。何をやるにもお金はかかるってことです。まあ、それでもね、頑張っていろんなところから方々でから、ね、お金を集めてきたい、寄付を集めてきて、もうここまで来てました。もう素晴らしいです。ね。 女性と親子のシェルターシェアハウスがもう一棟増えますってことはこれまでも作ってきたってことです。えー、かわいいお庭がついた 2LDK のお家です。キッチンとバス洗面所は共用トイレは2つありますって。だこういうふうにね居場所作りっていうのはものすごい大変なんですよ。建物まで作らないと結局は逃げる場所がないわけですからね。だから僕はねあのこういうあの団体にはちょっとでもいいから。 皆さんの,あのお力を借りたいって思うわけです。ね。じゃあねその不要な学術書ってどこにあるだろうっていうふうに考えたら多分こういうところにあるでしょうねって。普通に大学生とか大学院生でもう学び終わって使わないえー、就職したから使わないとかっていう、えー、あの学術書って家に残ってたりしませんかまずそれください あのー、ひとまとめ30点以上であればあの送料無料で受け付けているので、えー、非常にありがたいです引っ越しする時とか就職する時とかもういらないなと思うものを部屋をなんか断捨離したいとかそういう時にはもうぜひね今月末までしか受け付けてないのであの今すぐお掃除してもらえるとありがたいです、はい、あとね学会とか大学の出版会にもおそらくもうもう使わないだろうっていう不要な 学術書はゴロゴロロしてると思いますだからちょっとね、あのー、掃除をするつもりでねいやもうこれいらないなっていうものをまとめて送ってくださいお願いしますあと大学とかキリロの研究所ね研究所だと大体、あのー、昔の文献とか置いてあるけど、ま、ずもうさすがにこれは使わないなっていうものもあると思いますあ学術書でね それは、あの、本当に掃除してもらえればありがたいです。はい。あと小学校、中学校、高校、専門学校には、大抵だけど教職免許を取ってる、つまり大卒者の先生が普通にいますよね。で、教育関係とかね、社会学関係とか心理関係とか、まあ、いろんな専門分野の、あの。 学術書がそれぞれのお家にあるものを学校単位で集めてそこからもう段ボール箱いくつも,くもにもなるだろうから、まあ、送料無料で手続きしてもらえると本当にありがたいです。学校の社会貢献の先生がやってくれれば、ね、それこそ s d d s じゃないけれども子どもたちもそれを真似することができますよ。 先生が率先して、えー、いらないものをね子供たちのために使おうっていうふうに思ってくれるくれると嬉しいです。もちろん塾でももしかしたらあの学術書があるかもしれませんね。いろんな塾でお願いします。それとあと出版社ですね。あの出版社も例えば何かを調査取材,取材をやるとか、あと細かいあの専門家に話し聞かなきゃいけないんであら事前に調べてみたとかということで参考図書として買った学術書も いもういいか減に机の周りを、ね、整理するつもりで、えー、出版社で社内で集めてですねぜひ送ってください、えーで。もちろんそれは新聞社テレビ局もそうです。調査報道する際にはいろんな文献に目を通したはずです。NHK さんとかも含めてね。だからそういうふうになんていうんだろう取材で使ってもう使わないだろうっていう不要な学術書はぜひね社内で集めてあの送ってください。お願いします。 で、ね、病院なんかも医学ってもう日進月歩であの医療技術って進むので昔の学術書がもういらなくなってるってことはあると思います病院の中でもあのかお片付けをしてみたら結構出てくると思います。ね えーまあ、いろんな専門の、ね、内科の先生外科の先生とか総合病院にはいっぱいね実は積ん,んどく状態も含めたあの学術書って眠ってると思うのでそろそろ吐き出しましょう同じように博物館とかにもねあのものすごくはあの学術書が置かれっぱなしになってたりもするのであと水族館もそうですけども、まあ、そういう専門的な、ね、場所でももちろんそうでねあともう一つね あの例えばお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが大卒者でお亡くなりになってそのままにしてるっていう時はやっぱり遺品整理をされるってことがいつかはやらなきゃいけなくなることなので、まあ、遺品整理、えー、是非していただければと思いますその時に、えー、不要な学術書が出てくるとかねあとお寺さんとか、えー、教会とか、まあ、そういうところに、えー、もしかしたら置いてある あの学書もあるかもしれませんが大体第一卒者の遺品整理には出てくるものなんですよ。なのでもう使わないだろうというものはぜひあの先ほどね紹介した、えー、子どもを守る活動をしている人たちの、えー、活動資金に変えてもらえればと思います。あなたにとっていらないものが、えー、もしかしたら子どもを救えるかもしれないので、えー、よろしくお願いしますと、えー。ということでですね よいしょとえー、学術書チャリティの、えー、リンクへの URL はこの QR コードを読み込んでもらえると、えーえー、すぐに出てきます。なのでまあとりあえずはですよ、えー、部屋の中であるいは兄弟とかにも声かけたりお父さんお母さんにも声かけたりして、あのー、家の中にあるいらない学術書 ね、えどれが学習用だろうってわからない場合はこの QR コードのリンクをたどっていくと、えー、ノースブックセンターのリンクが出てきてこういうものですよっていうのが出てきますから、えー、お問い合わせはノースブックセンターの方にお願いしますと。ということでえ今月末までです7月31日までなので皆さんあのお早めにですねあのお部屋を片付けして。 ね、あるいはオフィスとか研究所を片付けしてですね吐き出してくださいいらない不要,あの不要な学術書はそれによって救われる子どもがいるんです特に駆け込みは福島ですからね,ね311の時大変だったんですよでもう本当に子どもが不安だったりしたわけですよだから子ども食堂本当に続けてほしいし居場所として実際にリア,ルリアルなお家を作っていくってことも大事なんですお金かかるんです 皆さんよろしくお願いします。今日はもう本当にそれだけ伝えたくて、あのー、動画を撮りました、えー。ちょっと長いかもしれないけれど、これを皆さん、あのー、多くの方にですね、えー、説明欄にもリンクを貼っておくので、学術庁チャリティーの。なので、ぜひ拡散してください。本当にお願いします。今月だけなんでよろしくです。